続いてはペンネームダマさんからいただきました。はい、ありがとうございます。スサトさんは桃色袴に西洋ブーツ、うん、アイリスちゃんはゴシックな様相にゴーグルと、二人とも最先端おしゃれ女子ですが、うん、花沢さん、久野さんは普段どんなおしゃれをしていますか？おしゃれ女子ですか？だそうです。おしゃれ女子ですかと言われてもね、花沢さんもおしゃれですよね。おしゃれじゃねえよ。おしゃれです。くのちゃん、あなた、いや、くのちゃん、くのちゃんのお洋服めっちゃ可愛いっすよね。え、どどどどどこがですか？なんでなんで？でもそんなにこう頻繁に洋服屋さん行く？行かないです。私もガッと行ってガッと買っちゃうな。なんかどういうおしゃれをしていいのかがいまいちよく分かってない。え、そうなの？はい、それはじゃあ今の路線で全然。路線あります。うん、あるある。くの路線ですか。くの路線です。くのコーデだよ。いや、逆になんかいつも、うん、あの、アフレコ現場で、花沢さんにお会いするときも、はい、いつもなんか、本当になんかお姉さんっぽいっていうか、大人の女性のファッションっていうか。あら。いいなって思ってて。あと、ヒールを、私まだ、あの、うまく履きこなせないんですけど。言ってたね。花沢さんはいつも、お靴も、すごい、あの、おしゃれなんですよ。こんな。あら。おっさんっていうの。違うんですよ。あの、ほら、足長く見えるじゃん？いやいやいや。あの、あのヒールがある方がさ、すごいだからそれで、もうね、あのヒール履き慣れちゃったらそれでしか無理になっちゃった。うん、男性とかはね、あのヒールあると絶対歩けないでしょうけど、絶対足くねる自信ありますね。そうですよね。いいね、このじゃあヒール履こう。うん、はい。もう嫌だったらいいよ。履けるように頑張りたいと思います。ね、はい、という感じで、はい、ね。くのさんもおしゃれガールを目指すというところで、はい、花沢さんみたいなおしゃれ女子を目指します、頑張ろう。はい、はい